バンダイマスターグレード100分の1イクシスガンダムか、S ガンダムになります。こちらの方なんですが、まず、こちらの、横の写真はあのメーカーで塗装組み立てしたモデルになるんですけど、こちらはまず S ガンダムの方になります。作るとこのような、モビルスーツ状態になりまして、そして変形合体するモデルになってますので、この3個のこうパーツに分かれるようになります。そしてここにある写真はそのまま組み立てただけの、状態で、まあ、ここまでのカラーの再現ができるようになっております。そしてこちらの方の写真がイクシスガンダムの方になってまして、こちらの方は、分離合体はせず、この G クルーザーっていう状態に変形するようにできています。そして箱の中の、部品はこのようになってまして、で、まずここに、ステッカーが、入ってまして、あと、こういうような多色成形のパーツで、赤いの白いのとか、こういう黒いパーツなどがありまして、で、こちらの方も、白い、まあ、白いパーツはほぼ、装甲のパーツで、こういう濃い色の部分は、こうメカの部分のになります。で、こういう風な感じ、まあ、これも白と黒のパーツがありまして、それで、これ自体かなり重量とかかさむところがあるので、こういうネジでしっかり固定するような部分があります。でこちらも濃いまあ黒のパーツですから、これも多分内部のパーツになります。でこちらが青い部分の装甲パーツになります。でこれがイクシスの時の肩につく大きなタンクですね。でこちらなんかも多分これもイクシスの方に使う部品になると思います。でこれがポリキャップです。でこれがイクシスの時の背中のブースターのパーツですね。でこちらは、まあ、フレームメカ関係のパーツです。でこれは白いパーツで装甲のパーツで、あと G コアなんかのパーツが入ってます。あとこれは専用のディスプレイスタンドになってます。こちらは組み立て式でこのようなパーツの形成になってます。でこちらにはこれ黄色い部品 と、黒い部品ですね、入ってまして、こちらはビームサーベルのエフェクトパーツや青いこう胸のパーツのところですね、あと頭やあと背中のスタビライザーとかのパーツなどが入っています。あとこちらの青い部品が肩とか、あと背中の方とか胸のところですね、が入ってまして、あとこの辺がスマートガンとかのパーツが入ってます。でここはこれインコムのパーツと、あとインコム用のリード線と、この黒いパーツはこれブースターとかに入るパーツなどですね。この白い部品は背中のこうビームガンとか、あとはまあハネタントとかが入ってますね。あと肩の部品ですね。これもまあ黒い部品は内部の部品で、あとこういうクリアのパーツも入ってます。でこれ白いのが羽とか、やっぱ G コアなんかのパーツですね。
で、この青いのがあの足の部分とか、まあこの辺もあとGコアのパーツなんかも入ってます。これは、ブースターのイクシスの時のブースターのところのタンクのパーツだと思います。こういった、黒いあとメーカー関係のパーツですね。で、この青い部品ですね。これどこだろうか。この部品があって、これで、パーツの方は以上になります。そしてこれが説明書になります。そして説明書をまず開いていきますと、この、S ガンダムの開発や、モデルの、いろんな解説が書いてあります。そして、組み立てる際はまずこのベースを組み立ててから、Gコア作って、あとパーツの方がイクシスガンダムとSガンダムどちらかを選択して、こう説明書は並行して進んでいきますので、必ず最初に作るものは決めてください。そしてこちらがパーツリストになってます。で、こちらも、パーツリストですね。そして製作が、まずこのディスプレイスタンドから組み立てていきます。でこちらが組み終わりましたら、Gコアを作っていきます。こちらも、S ガンダム用とイクシスガンダム用とありますので、気をつけてください。でこのように作っていきまして、S ガンダムの方はこっちの方のこう分離ができて変形ができるコアになってます。でこちらが次に腰の部分を作っていきます。で腰の部分も同じく選択で2種類組み立てていくようになりますので、まあ、この辺も間違いないに気をつけて組み立てていってください。まあ、腰の部分からちょうど後ろの腰の後ろにつくような羽のところですね、そういうところを作っていきます。でここが腰の前のところですね。ここもパーツが違いますので気をつけてください。そして出来上がったものを、まあ、この台座のところにセットしながら、パーツを取り付けていきます。次に両足の組み立てです。こちらも、まずここは共通になります。でここは共通で、作っていきまして、でここから分かれていきます。ここでイクシスガンダム用の組み立ての、こっちがここまでは右左同じ部品ですね。で次にここからが右専用の部品の使い方になります。そしてこう来てここで来て、あれ飛ばしちゃったかな。よいしょ。あ、そうですね。これでここでイクシスの左足にの組み立てですね。そしてまた完成したらこういう風にセットしていきます。で今度は S ガンダムの場合の足の組み立てです。で、まあ、これでこういう風に右と左足を組み立てていきまして。でこちらの場合は腰につくパーツにスマートガンのこのホルダーの部分をつけていきます。次に、上半身の方になります。で、上半身の方はここは共通です。そしてここが
選択になります。そしてこの辺はまあ共通ですね。でこう組み立てていきまして、でここが頭部の組み立てになります。で頭部ができましたらパーツをセットしていきます。次に背中のブースターの組み立てで、こちらの、背中のビームガンの方は、S ガンダムの場合は1本、1本というか左右で1本ずつですね。で、イクシスの場合は、2本ずつ使います。で、ここがイクシスの方のブースターの組み立てになります。で、これでブースターを作っていきまして、でここの辺が右ブースターですね。でここが左ブースターですねの組み立てですね。こうずっと続いていってここで完成です。でこっちが S ガンダム用のブースターの組み立てで、こっちが右ブースター、こっちが左ブースターですね。でここはまあこのモデルのストーリーの解説や、あと使う色の種類が書いてあります。これはクレオスの水星ホビーカラーと、ミスターカラーで記載されています。あとはこちら下のがパイロットの、塗る色の指定で、あとはこういうふうに墨入れするとちょっとこう見た目がシャキッとして良くなります。あとこれが変形の方のこうプロセスみたいのになってまして、こういうふうにモビルスーツから G クルーザー、あと、モビルスーツこの3つに分解してあるパーツが合体して S ガンダムになるというふうになります。そして次にこのブースターの方ですね。これをイクシスの場合はこの状態で取り付けていきまして、でこちらが S ガンダムの場合になります。でそこができたら下半身の方とセットしていきます。で次にこれが腕の部分になります。腕も、ここまではずっと共通で作っていきます。そして、肩のパーツができましたら、ここからがイクシスガンダム専用の組み立てになりまして、この肩につく大きいタンクですね、ここの部分がこちらの方にはつきます。そしてこのまま進んでいきまして、次が左ですね。でこれも左腕はここまでが共通で、ここからがまた EXS ガンダムになります。そして胸のパーツがここの部分のここ取り付けていただくようになります。そして S ガンダムの場合はこの状態で取り付けるようになります。で次にビームスマートガンなんですけれども、これもここまではずっと共通して組み立てていくんですけど、ここがイクシス専用になりまして、こう照準器などの付け方やホールドするパーツが違ってきます。そしてそちらの方はこの腰というかお腹のところにあるマウントに取り付けるようにできてまして、あとインコムはこのようにリード線を使って射出している状態を表現できるようになっております。そしてこの足のところにビームサーベルをセットすることができます。で S ガンダムの場合はここの腰の、腰だね、もものところですねに銃をマウントして、左もものところにグリップがありますので、それで保持するような形になります。でこちらがビームサーベルのしまう位置ですね。銃は後ろの方にこういう風にマウントすることができます。そして
これで一応完成ですね。そうしまして次に、変形させる場合なんですけれども、これがイクシスガンダムを変形させる場合ですが、まずできているパーツを一回全部こう手と武器と足を外していきます。そしてこの胴体のところを、台から外して、またここの部品を、いくつかこう外していって組み替えていくようになります。でこう胸のパーツを外したり、このコアブロックのパーツを外したりしていき、そしてこの飾り台の方も位置を移動していきまして、で腰の後ろのところにある羽を広げたりしていきます。そして上半身の方を頭をこう引っ込めたら、こうなんかこうぐるっとこう回すような、稼働をさせまして、でブースターとかの方をこう開いていくようになります。そして、こういう形の状態にして、先ほど の台に取り付けた部分のパーツとセットしていきまして、でブースターの方をここのロックする部品のところにセットしていって固定するようになります。そして、胸のパーツをセットし直して、で武器の方を、こうちょうどお腹の部分になるところに、セットし直します。そしてスタビライザーの部分を動かして、次に足を変形させていきます。そして、もものところについているこのビームガンを移動させて、で足をセットしていきます。で、次に腕の部分をこちらも一度パーツを外していき、このように、パーツを動かしたり変形させたりして、いきまして、肩を動かしたり腕を曲げたりします。そしてこのタンクの部分を腕にセットして、そして、この先ほどまで組み替えてた方にセットして、これで、Gクルーザーが完成になります。次に S ガンダムの変形ですが、こちらの方も、まずパーツを外していくことから始まります。で上半身と G コアと下半身を分解して、次に上半身から腕を外していきます。で頭を収納してから、胸のパーツをこう動かして組み替えたりしていきます。で次に腕のパーツを変形させていき、肩を動かしたり腕を畳んだりとかして、そして肩にあるアーマーで蓋をして、それで先ほど変形した上半身のところにセットし、羽を開いていきます。で次に下半身の方で腰から足を一回外しまして、腰の部分を変形させていきます。で足の部分をこちらが変形させていき、で先ほど組み替えました腰のパーツにセットして、でまた足の位置を動かし、で羽を開いて、で、武器を付け直します。そして G コアはこのように変形させていきます。これで S ガンダムの分離変形が終了です。そしてここがシールの貼る位置になってます。これが S ガンダムの方ですね。でこっちがイクシスガンダムの方のシールを貼る位置になっています。そしてこの下の方が G コアとビームスマートガンの、ステッカーの貼る位置になってます。はい、これで以上になります。